新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、まん延防止等重点措置の適用が今日、兵庫、大阪、宮城の3府県の6つの市で始まりました。兵庫県では神戸のほか、尼崎、西宮、芦屋の合わせて4つの市が対象となり、来月5日まで飲食店に対し午後8時までの時短営業を要請するとともに、マスク会食の徹底を求めます。また、実施状況を確認するために、委託業者の調査員がおよそ1万6000店の飲食店などを見回るということです。適用初日となった今日の神戸市内、町の人は。ご飯食べに行きたいとかもありますけど、まあ、仕方ないですよね。増えてますもんね、患者さんが。梅田の街がすごい若い人が多くなってるんで、まあ、そういったところからやっぱ抑えていくのが必要なのかなというふうには思うので、まあ、もう効果がね、ちゃんと出てきてくれたらいいなというふうに思ってます。食事の場面でよく映るって聞いてたので、いいんじゃないかなって思います。めんどくさいですよね。食べてマスクして、食べてマスクしてっていうのは効果があるんであればね、守るべきですし。要請に応じた飲食店には、売上に応じ1日あたり4万円から20万円の協力金を支給します。このほか県は重点措置が取られる4市との往来が多い姫路や明石など14市町でも午後9時までの時短営業を要請しています。